皆さんこんにちは。本日は2019年8月4日、沖縄本島の与那原大綱引きに来ています。与那原大綱引きのメイン行事は、8月第1日曜日の午後3時半過ぎ、大綱引き会館前での踊りで始まります。午後4時頃、国道331号で片頭が舞います。郷土学習の一環として、地元中学校の生徒たちも、男子は鐘、女子は踊りで参加するそうです。午後4時半過ぎ、国道329号を通り、与那原小2階の海辺山公園に大綱が入場します。女性たちが踊ります。2本の綱を結び合わせる形棒が通るとすぐに綱引きが始まります。例年は2回戦行われるそうですが、今年は途中で綱が切れるハプニングがあり、1回戦のみで東の勝利となりました。ご視聴いただきありがとうございました。